はい、どうも、しゅうてぴです。お願いします。というわけで、本日はですね、埼玉武蔵ヒートベアーズさんの、取材に来ております。僕らがね、埼玉県の、まあ、高校野球やってる人で言ったらね、聖地の県営大宮球場に来ております。今回は、お相手がですね、巨人の3軍ということで、まあ、NPB 選手たちと、ヒートベアーズの選手たちが戦うということで、僕ら来させていただきました。非常にね、ハイレベルの戦いが出ますので、こちらの試合はですね、ヒートベアーズさんの方の YouTube の方でね、上がってると思うので見ていただきたいと思います。僕らはですね、今回は練習の方を見させてもらうんですけども、まあ近くでね、見させていただいたり、インタビューさせてもらったり、昨年よりかはメンバーも変わってますので、メンバー紹介もしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは行きましょう。はい、ということでグランドへ。埼玉県のね、球児にはたまらないグランドですよ。お願いします。早速西崎新監督にご挨拶。2019年くらいから取材させてもらってまして、あ、そう、今年もやらせていただくことになりましたので。わかりました、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えらい、これ痩せとるやん。そうなんですよ。2、3年前の。これから加工してる？いや、これが本当ですね。本当、今の偽物。偽物です。ちょっとこう、体型をちょっとアップした。105あります。わかりました。よろしくお願いします。いや、こちらこそ。ありがとうございます。監督の西崎さん、今年からです、はい、そうですね、今年からです。お願いします。お願いします。おはようございます。多分挨拶をしてくれてる方たちは多分1年目の方だと思います。ちょっとずつ覚えます。おはようございます。よろしくお願いします。久しぶりや。長坂選手、ちょっと見てもらって。ああいうキャンプ、これに見ていただいて。ダブルって大事なんでね、すごい大事なんで。金子選手、はい、大丈夫イケメン、ショートも持ってる、うん、素晴らしいです。ベアーズの内野陣といえば去年ドラフトありましたね。そうですね、樋口選手、ね、選手がね、中日の方に育成で行きましたけど、ね、もうその後を追うようにね、多分いい選手いっぱいいますので、はい、さあ見ていきましょう。アップと外野の選手がキャッチボールしてるんで、まあ、ちょっと見させていただいて、多分この後バッティングとかあると思うんで。ただ今グラウンドはね、昨日雨降ってるんですよ。昨日雨降ったんで、はい、雨降ってるんでね、ちょっとグラウンド整備してるんで、多分時間ちょっと遅くなるかな、もしかしたら。けどこれでしっかりとアップできて、いい状態で多分練習いけると思うんで、はい、戻してもらいます。熱視線を送っておきますんで、今から熱視線。京さん、おはようございます。おはようございます。向こうの弟子です。あー、そうです。はじめまして。よろしくお願いします。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 向こうさん、今タイの方行ってて、あー、そうです。本当は来るお手だったんですけど。あ、そうなんですか。はい、なすです。あ、そうなんですか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようござい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 ます。お願いします。お願いします。お願いします。しっかりこれやもう。自分ダブルです。あんまりですか。リッチすごい。体のやっぱ柔らかさ、ピッチャーですかね、やっぱピッチャー陣やっぱ大事なんですよ。統一スタート。ちょっと行きましょう。
いいじゃん。終わりだな。終了。今30。終わりし、あ、僕が映さないといけない。やばいんで。やべえ。よーい、スタート。お、お前だ。おいおいおい。苦しめ。ないっすか、ちょっと大丈夫かな。あ、やばい、これやばい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 、やばい、あ、いいです、切れちゃうかもしれない、切れる切れる切れる、あ、切れる、やばいっすね、巻いちゃった方がいいっすよね、巻いちゃった方がいいっすね、ですよね、やばいっす、ありがとうございます、これ放送してください、ごめんね、邪魔見ろって思った、おられてるよ、大事なんですよ、ピッチャー大事、柔軟性、あとは胸郭大事なんですかね、あの辻さん実はね、あのスカウティングも担当されてて、なんで持ってるって言ったら、多分あのちょっと体型がキャッチャーっぽかったんで、キャッチャーもミット持ってきましたっつって、山田太郎いつ何時これもう何年か前からほらあったじゃないですか。そう、俺も反応してる時にやってる、反応してる、反応してる、はい、内転筋のストレッチをしております。これね、めちゃくちゃ筋肉固まってるとめちゃくちゃ痛いんですよね。僕も翔平さんにやってもらったことあるんで、痛さめちゃくちゃわかります。まあでもこれね、ほぐれればいい肩の動きが出てくるので、はい。そして投手陣もキャッチボールを開始しております。はい、こちらでは倉橋選手がプライオボールでアップ中。プライオボールね、 WBC で話題になって、なおかつね、あの僕らも取り上げさせていただきましたが、独立リーグでも使用しております。はい、増えてきましたね、ピッチャー陣のキャッチボールも。はい、おー、すごいな、片足投げ、すごい体幹力ですね。そしてこの日の先発、吉野利投手もキャッチボールをスタートしております。頑張ってほしいですね。めちゃくちゃイケメンですよね、本当にかっこいい。はい、ゆっくりと感覚を確かめながらのキャッチボールスタートとなっております。最初はね、やっぱり体を大きく使ってキャッチボールしております。はい、あのね、僕の話になっちゃうんですけども、プロ野球選手から直接サインを初めてもらったのが吉野利選手だったので、撮っててめちゃくちゃなんか嬉しい気持ちになりましたね。そんな選手がまだ現役で頑張ってるというのは本当に、まあ、昔からね、本当に好きなピッチャーなので応援しています。はい、そしてこちらは剛腕投手が並んでキャッチボールをしております。手前側はね、キャメルのグローブを使用しているのが倉橋選手。 110m の遠投、マックス 147kg です。そして奥がマックス 150kg 右腕の芦田選手となっております。先発の吉野利選手もどんどん距離を伸ばしてキャッチボールしています。まあ、ここでもね、大きく体を使ってキャッチボールしています。やっぱプロの選手のアップって端から端までやっぱり参考になりますよね。参考になる、勉強になる。はい、まあ、草野球人でもね、取り入れられることはあると思うので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。ん、そして突然のキャッチボール参戦、翔平キャッチボールしています。ミット持ってきてよかったね。はい、体のひねりを意識しながら吉野選手キャッチボール続けております。ふー、すーっごい遠投力、さすがですね。
かっこよすぎる本当に。やっぱね、皆さん本当に肩が強い、まあ、バネが強いって言ったらいいのかな。ここでね、吉野選手しっかりとためを作ってためを感じてから投げてるような感じがしますね。そしてやっぱり、まあ、遠い距離になったらね、さっきも、まあ、体大きく使っていましたが、どん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 ね、もっと大きく使うようになってるような感じがします。吉野選手リリースの場所をねしっかりと意識しながらキャッチボールしていますね。まあ吉野選手といったらこのワインドアップですよ。このワインドアップ、はい、もう高校の時からですからね。そしてここのクイッとしたところ、本当にピッチングフォームもかっこいいです。はい、変化球もキャッチボールで混ぜていきます。これはカーブですね。ウィーンと、すごいですね。どんな球種、まあ、距離にしてもね、フォームが変わらないっていうのがさすがですよね。本当にすごい。このね、普段とのね、ちょっとした感覚の変化でね、選手たちも多分自分の今日の調子がいい悪いとかっていうのを判断していると思うので、まあ、そういったところをね、まあ本当にフォームがまとまっているからできることなんですよね。はい、そして伸びえげつないですね。さーっと伸びてきますね。キャッチボールでのね、投球でもボールの、まあ、今日の調子はどうだったか確認をしっかりと取っていますね。そしてやっぱ回転を意識、ボールの回転をね意識しながらリリースしているようです。はい、そしてこれがラスト、今回はここまで。まだまだベアーズ潜入続きます。埼玉武蔵ヒートベアーズの各種リンクは概要欄からチェックお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー、えぇー、いけいけいけ、そう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 、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。